即体姿の明治天皇西洋式五福を着用した明治天皇1890年頃の明治天皇。明治天皇は日本の第122代天皇。意味名は僕ひ氏。し、ご称号は幸宮。お印は A。倒幕及び上位派の象徴として近代日本の指導者と仰がれた。皇族以外の摂政を設置し、かつ在位中に、 聖一大将軍がいた最後の天皇。副都政としながらも東京府に皇居を置いた。在位中、国力を慎重させた、英明な天皇と歌われ、大帝と称えられた。皇后とともに、和歌も多く残しており、その作品数は十万種以上に及ぶ。公明天皇の第二皇子。聖母は、県大納言、中山忠康の娘、中山慶子。 嘉永5年9月22日13時頃に、京都医師薬師の中山邸にて生誕。8日目の9月29日、父、公明天皇から幸宮という妖名を賜る。安政3年に宮中に移るまで、中山邸で育つ。予定より2年遅れて、万延元年うるう3月16日、新疎期の儀を行った。7月10日に、諸君と定められ、受号。 九条朝子の実施とされる。九月二十八日、新能宣言を受け、僕一しの送り名を賜る。現時元年七月十九日、朝廷に弾丸書を提出するために発砲しつつ御所に近づいている、長州藩兵を、合図、桑名、薩摩連合軍が撃退した。その翌日七月二十日の夜、宮中に不審者が三百人以上侵入するという。 騒動が起こり、パニックの中で、僕ひとし親王が一時卒頭した。長州藩に内通したとの県議で、外祖父の中山忠康に窒居処分が下ることとなる。慶応2年12月25日、父の公明天皇が崩御すると、慶応3年1月9日、満14歳で戦争した。元服前の戦争であったので、立体司令を経ずに、後位継承をしている。 父と同じく、中沼良造を信頼し発の事項にする。慶応を4年1月15日、元服し、同年8月21日からの一連の儀式を経て、8月27日、代理にて即位の礼を取り行い即位を内外に、宣明する。12月28日、一条義子を皇后に、作立する。から間もなく、薩摩藩や一部の苦行を中心に、 倒幕論が形成され、幕府と倒幕派はそれぞれ朝廷への工作を強めていた。慶応3年10月14日、聖魏大将軍、徳川義信が倒幕の大義名分を消滅させるために大政奉還を創上したため、翌15日、明治天皇は上層を直挙し、約680年続いた武家政権に終止符を打った。12月9日、 薩摩藩、広島藩、尾張藩、福井藩、土佐藩による政変が発生すると、王政復古の大号令を発し、新政府受立を宣伝する。慶応4年12月11日から始まった、母親戦争においては、仁和寺宮、吉明新能に近畿と窃刀を与えて、政党大将軍に任命し、旧幕府勢力を鎮圧した。明治元年武州六号船戸図。 月岡義都がこの間、慶応四年三月十四日には5カ条の御正門を発布して、新政府の基本方針を表明し、うる四月二十一日には、生体書によって、新しい政治制度を採用。また、明治と改元して、一世一元の制を定めた。江戸会場から半年を経た、明治元年十月十三日、明治天皇は初めて江戸に行行行し、 同日、江戸を東京に解消し、江戸城を東京城に解消。一旦京都に観光後、翌明治2年に再び東京に移り、放御まで東京に居住していた。明治2年6月17日には、半石法官の上表を直挙した。当初、新政府内では、区家や旧大名が、中心メンバーを占めていたが、東京へ、選ったことも一つのきっかけとして、 次第に三条、ミミ、岩倉智美木戸孝義大久保利道らの発言権が強大になっていった。明治4年7月14日には、廃藩地権を断行し、中央集権体制を確立した。他方、明治3年1月3日には、宣教師を受け、久の省を発して、神道の国境化と天皇の絶対化を推し進めた。岩倉、大久保らは、 天皇を近代国家の主体的君主と考えていた。明治6年に政官論をめぐって政府部内が紛糾した明治6年政変では直視を出して西郷隆盛の朝鮮派遣を中止させてこれを収め明治7年から同8年にかけて続いた自由民権運動では立憲政体の見事の利を発して政体改革を進めるなど天皇は 政府内部の政治的対立を調停する役割を果たした。この自由民権運動への対応として、明治14年には国会開設の直輸を発して、帝国議会創設の時期を明示し、運動の沈静化を図った。また、氏族反乱が激化した際、下夜した、最後おらが西南戦争を起こして逆続となり、新政府軍はこれを沈定した。また、これが、 日本史上最後の内戦となっている。歌天皇による官票をご異会以降、天皇が外国人に直に面会することはなかったが、明治天皇は外国洋人と頻繁に会談している。まず明治2年にイギリスの女王、ビクトリアの子、アルフレートがイギリス王族として初めて訪日司会談。明治12年にユリシーズ・グラントが、 アメリカ合衆国大統領経験者として、初めて法日市会談。明治14年に、ハワイ国王カラカウアが、外国元首としては初めて法日市会談する。明治2年、直轄領であったエゾ地を北海道として編入。明治12年には、琉球王国を廃止沖縄県として併合、奄美群軍島を正式に、大隅国として編入している。明治十五年、陸海軍を、 天皇の軍隊と規定するとともに、中節、礼儀、武勇、審議、失踪という軍人としての5つの基本特目や、軍人の政治不寛容を命じた、軍人直輸を発した。明治17年以降は、間近に控えた、議会創設に備えて、立憲制に対応する諸制度を創設した。内閣制度、市町村制、府県制、軍政の制定など、 完了制支配体系の整備と、並行して莫大な皇室財産の設定を行った。明治22年2月11日、大日本帝国憲法を交付した。この憲法は、日本史上初めて天皇の権限を明記しており、当時アジアでは、初となる、立憲君主制国家確立の基礎となった。翌明治23年10月30日には、教育直後を発し、 近代天皇制国家を支える、新民道徳の寛容に努めた。帝国議会開設当初は、朝鮮主義を唱える、反発政府と衆議院に依居する、政党勢力が鋭く対立衝突したが、明治天皇はしばしば象直を発し、朝廷者的機能を発揮した。また、反発政府内の元関官にあった政策や、感情の上での対立においても、明治天皇は、 言和に努めた。共和演説事件では、文部大臣、尾崎幸雄に辞表を提出させた。ガーター勲章を、この男を釈アーサーより伝達される、明治天皇。この時この男は誤って、ピンで、自分の指を傷つけ出血したが、何事もなかったように式を続け、天皇も気づかないふりをした。天皇は、式が終わった後、この男の落ち着きを称えた。 栃木県那須村園周東館寺の写真明治天皇、写真を剣をしていた明治天皇にとって貴重な裁判年の写真日本が初めて直面した外国との近代戦争である日清戦争と日露戦争では明治天皇は大本営で直接戦争指導に当たった。外交上は1894年の日営通商公開条約1902年の 日英同盟など大国との条約を締結し、列強の一員たるべく、軍事的、経済的な国力の増強を図った。他方、日露戦争の戦線の象直に続いて作成された、象直草案は、心境の自由と戦争の不幸を強調していたが、大臣らの署名がないまま交付されなかった。日英軍事同盟の締結と、日露戦争での働きにより、 イギリスの首相アーサー・バルフォアの許可を得、1906年にガーター勲章を授与される。また、日清戦争の勝利により獲得した台湾、日露戦争後は、韓国併合による朝鮮領有や満州経営を進め、日本をイギリスやフランス、ドイツなど他の西洋列強のような植民帝国へと膨張させる政策を採用した。明治44年には、 開国以来の懸案であった、イギリスやアメリカなどの欧米各国との不平等条約の改正を完了させ、明日ともに日本は列強の一員となった。岡元京、青山種道大僧の例の様子明治天皇の製造明治天皇が崩御した、公式の日時は1912年7月30日午前0時43分であり、 同月30日に観光された号外でも、聖上陛下、本日午前0時43分放御を荒らせらる。とあり、明治天皇期でも、30日、ご病気終わりに癒させられず、午前0時43分心臓麻痺により放御したも、放産日に61歳まりとある。持病の糖尿病が悪化して、尿毒症を併発し、放六61歳で放御した。これに伴い、 皇太子、吉人親王が、皇位継承し、第123代天皇として戦争した。明治天皇は明治45年7月11日の、東京帝国大学卒業式に出席したが、気分は悪かったという。G では対応できなくなり、20日、青山種道と三浦金之助が診察し、尿毒症と診断した。20日くら症は、 天皇が尿毒症で重体と発表した。28日に経攣が始まり、初めてカンフル、食塩水の注射が始まった。病や死などの汚れを日常生活に持ち込まないという宮中の監修により、また、明治天皇の寝室に入れるのは、基本的に皇后とご皇助官だけであり、仕事柄上、特別に字は入れるものの、限られた助官だけでは、 看病が行き届かないということで、明治天皇は自分の寝室である御内儀で休養することができなくなった。そして、明治天皇の居間であった常の御座所が臨時の病室となった。看護婦も、訓後等以上でなくてはいけないので、5以上の助官が、看護した。7月21日以後、併優を祈願する市民が終日宮城前に集散した。 東京市は天皇に騒音が届かないよう内堀線の電車を助行し、三宅坂交差点では軌道にボロ布を敷いた。宮内省は、放御日時を7月30日午前0時43分と公表したが、当時宮内書記官であった栗原博太によると、実際の放御日時は、前日の7月29日22時43分で、ある。これは、当局令の規定上、 皇太子、義人親王が、神帝になる、戦争の儀式を放御当日に行わなければならないが、その日が終わるまで1時間程度しか残されていなかった。ため、様々に表記した上で、放御時刻を2時間遅らせ、翌日午前0時43分と定めたという。明治天皇の放御に際してその側に行った皇族の、梨本の宮日一子も、この間の様子を日記に克明に記している。 いつこの日記によれば、28日に、既得の法を聞き、宮中に三大し待機した。29日午後10時半ごろ、奥より、一度をそばに参れ止めされ、いつ子らが部屋に入ると、皇后、皇太子、同妃、閣内親王が病床を囲み、ジーラが手当てをしていた。明治天皇は前時、呼吸弱まり、喉に痰がかかったらしく、 咳払いをしたが時計が十時半を打つ頃には、天皇の声も途絶え、周囲の涙のむせぶ音だけとなった。二、三分すると、にわかに天皇が低い声で、おほんおほんと呼び、皇后が、何にてあらせられるやら、と返事をしたが、そのまま恩もなく、眠るようになくなったという。同年八月二十七日、追後を、明治天皇にすると、 大正天皇による直上がなされた。明治天皇の大葬儀におけるフランス特派施設。代表のジョルジュル・ボン中将・チュ接班院の秋山義振る明治天皇の法御は、世界各国で報道された。明治天皇法御の代表的論調は、も月小太郎が、明治天皇の一年祭に際して編纂し、刊行された、世界における明治天皇にまとめられた。 各国別、全28章にわたり24国からなり、そこには、イギリス、フランス、帝政ドイツ、アメリカ合衆国は元より、中華民国、イギリス領インド、ベルギー、スウェーデン、ペルーなど世界各国をはじめ、アメリカ領ハワイ、ブラジルなど、日系移民と関わりの深い国、在中国外国人の論調まで掲載されている。日本との軍事同盟を締結し同様に、 立憲君主制を敷くイギリスは王朝の臣民としてよく日本の君民関係は理解革命により王政を廃止し共和制国家となったフランスは地をもって革命をあがないたる国民なるをもって神聖なる君主制体と立憲政体の一致とは不可能なるごとし創造し民主主義に重きを置くの潜入感あり当時は訂正を敷きの地に君主制が崩壊する ドイツ、オーストリア、ハンガリーは、神王なる、鉄利思想なる国民として多くは、大抵陛下のご知識を、科学的分析的に研究とした。日露戦争において、日本に敗北して、社会主義革命により、君主制が崩壊する、帝政ロシアは、鎮通会議の口調の中にも、よく先定陛下が常に連々として、平和を愛したる、ご心情を解読。 近代史上初の共和制国家としての成立期限を持ち、黒船来航を行い、日本が明治維新に至るきっかけを作り、日露戦争の際には、両国の講和の仲介役を務めたアメリカは、その建国の事情をことにし、自ら我が君臣の関係を知らずさらに、米領フィリピンに対して、共和国でありながら、明治天皇のために万家を作り、 粗相心霊のご加護を失う国民は滅亡すべしと、歌えるごときは最も味ふべき点と述べ、また、南米諸国も共和国であるが、我が国体の崇高さや、剪定陛下の衛生などを、同系行母として感心していると述べた。7月30日、主要新聞は、天皇崩御のために9月17日まで、全ページを黒枠で囲んだ。天皇が崩御した当時、 天皇の葬儀など、その祭り方については、規定は、提出制度取調べ局が上層した段階であり、明文化されていなかった。また、明治年間における天皇、皇室や、それを取り巻く社会の変化があまりにも大きかったため、それまでの先例の単なる踏襲にはならないことが想定され、具体的な式次第などは、不明瞭のまま、一連の儀式の準備が始まった。 まず、天皇の領母について、放御当日に、坂谷義夫東京市長が宮内省に、天皇陵の造営地として、東京が選定されることの希望を申し入れた。坂谷市長が同日招集された、市議会でこの意見を述べると、これに、実業家の渋沢栄一ら東京の政財界の名士が賛同し、西園寺首相などに働きかけを行った。 しかし8月1日、河村金五郎区内時間発表により、両母造英知は、京都府紀軍、堀内村伏見城市であること、この決定の根拠は、天皇の意思であることが公にされた。9月13日午後8時、東京、青山の第二本帝国陸軍連兵場において、明治天皇の体操の礼が取り行われた。明治天皇の筆議は、遺言に従い、 御霊急列車に乗せられ、東海道本線等を経由して、伏見桃山寮に移動、9月14日に埋葬された。天皇陵の東京造営が叶わなくなると、坂谷らは御陵に代わる者として、天皇の遺徳を忍ぶ者を東京に構えることを模索する。天皇崩御の直後、まだ御陵の造営地が発表される前から、天皇、あるいは天皇が統治した。 明治という時代を記念する何らかの施設を設ける意見が多数あり、その中身も神社、銅像、記念門、記念塔、博物館、図書館、美術館、科学院、記念植樹など多岐にわたった。結果、明治天皇の五礼を祀る神社を東京に創建することとなり、関東一円の複数の候補地からの選定の上で、大正9年、明治神宮が東京に鎮座した。 また、神宮外苑には、聖徳記念会画館をはじめ、各種の文化、体育施設が建てられ、神社の他に立案されていた、記念事業の少なくない部分を引き継いでいた。明治天皇の最も有名な肖像画。イタリア人画家エドアルド・キヨスソーネによって描かれた、コンテガを、マルキリオーが、写真撮影したもの、第9王女東、国里子明治天皇は和歌を好み、 多くの漁勢を残している。その数は、九万三千種余りと言われる。良き劣り、屋敷を捨てて外国に劣らぬ国となっすよしも、金よもの海み,みな腹からと思うよになどなみ風の、立ち沢グラム式島の山都心のおのしさは、ことある時ぞ現れにいける。我が国は、神の末なり神祭る昔の手ぶりはするなよ夢目に、見えぬ神にむかひっては、ジザルは、 人の心の誠なりけり父は、公明天皇、母は、中山慶子。父、公明天皇の女後九条朝子を、実母と交渉した。その命で、息子、大正天皇の記載でもある、九条節子は、義理のいとこでもある。乳母は当初、不正闇のだったが、父の質が良くないとして一年余りで、木村来に代わり入事期を過ごす。以下、 明治天皇の御子女,女で成人した五人。在位中の元号は、慶応と明治である。1912年8月27日、在位期間の元号から取って、明治天皇と、追合された。明治天皇の在位時代から、一人の天皇、在位中に元号を改変せず、またその元号を追合とする、一世一元の生を。 採用したので以後、送り名を持つ天皇はいない。寮は、宮内庁により、桃山寮墓地にある伏見桃山寮に事情されている。宮内庁上の形式は上演下方。京都に葬られた、最後の天皇である。皇居では、高霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、その御霊は祀られている。大正九年、明治神宮の造営に伴い、 御祭神として祀られた。その後、関東神宮、また、朝鮮神宮などの海外神社に多く祀られた。戦後、北海道神宮にも合祀された。明治天皇の御生の総数は93,032種あり、そのすべてを収めたものを、御前集と称する。御前集157冊全部は、宮内庁自住職に保管されていた。新東宝。 明治天皇と日露大戦争スチル写真ありがとうございます。